はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノミスです。はい。ですね、今年、発売されるのではないかというふうに言われていて、はい、すごく話題にもなっていた、ニュービギニングスパック。二足のやつですよね、はい。はい。こちらの方がですね、まあ、リクなんですけども、はい、そろそろ出るんじゃないかというような日付の方が出てきたので、今日は明確な、はい、はい、それをお伝えしたいなと思います。はい、このチャンネルではですね、スニーカーやファッションに関する、リーク情報や、新着情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ね、なんかびっくりしましたけども。そうですね。はい。はい、ニュービギニングスパックと言われる、はい、まあ、以前藤原博さんが、はい、インスタグラムの方で投稿してた、はい、忠実に再現してるとっていうふうにコメントを残してた、はい、まあ、モデルなんですけど、84年のモデル、そうですね、はい、85年ですね、そうですね、はい、2つなんですね。84の方はエアジョーダン1が出る前にジョーダンが履いてたナイキの靴なんですけど、はいはいはい、こちらの方がですね、NBA のオールスターゲーム中に出るっていうふうに話が出てたんですけども、はい、一時期ね、2月の14日っていう話があったんですけど、はい、本日続けてですね、はい、リーク2箇所でですね、はい、2月の12日っていうふうに出てましたね。2月の12日。はい。なるほど。まあ、14日とそんな変わんないんですけど、そうですね、一応リークでは2月の12日っていうふうに出てましたね。うんうんうん、はい。明確なその日にちがちゃんと出たのを初めて見たんで、あ、14日以外のところで。はい、はい。はい。で、お値段の方なんですけど、はい、以前にも言いました通り、はい、350ドルですね。うんうん、まあ、そんなもんかなという気がします。まあ、2つだったらそんな感じですよね。はい。これどっちの方が好きですか？赤と白。ですね、僕やっぱ85の赤ですね。ああ、僕も。そうですよね。はい。さっき、この撮影する前に、はい、もし変えたらっていう話をちょっとしてたんですけど、はい、PE の方を、先履いて、はいはい、85の赤の方は、ちょっとの置いとくっていう、あ、そう、新品の状態にしとくっていうふうにちょっと思ったんですよね。はい。なんか今回新しく写真も色々出てきて。いっぱい出てきますよね、はい。はい。ちょっと見てもらいたいんですけど、なんかオフィシャルらしきような、PE と、85の、いろんな角度からの、写真が出てきているので、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、やっぱかっこいいですね。かっこいいですね。はい。ホワイトの方も、やっぱりいいなと思うんですけど。なんかこれあれなんですよね。紐が、はい、白以外にもついてる。シューレースの方がですね、はい、まあ、見てもらったらわかるんですけど、レッドの赤の方がついてるっていうことなんですけど、はい。リーク画像を見てみると、はい、レッドのシューレースを使ってる方もいれば、はい、ホワイトの方も使ってる方もいらっしゃるので、なるほど、まあ、おそらく日本についてるんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、はい。やっぱ箱がね、箱ね、もうこのね、2つ入れるこのナイキの箱ボックスといいますか、そうですね、この時点でもうちょっとわしづかみというか、もう欲しいなとなっちゃいますね、なりますよね、はい、はい、まあ、写真見てもらったら分かるんですけど、そうですね、はい、この箱やっぱり内側も面白くて、あ、開けた時ですね、年代わざわざ借りてるんですよね、はいはいはい、それいいですよね、なんか、はい、はい、もう箱もこだわってるので、はい、あとなんかこの付けられてる紙タグといいますか、ジョーダンのリアル、なんていうんですかね、ジャンプマンロゴの写真ね、写真が付いてるっていうの、はい、もしかしたら販売当初85年に、はい、はい、リークではあるんですけども、はい、日付のも出てきてるということで、そうですね、はい、まあ買える場所なんかも今後も出てくるんじゃないですか、気になるところですよね、はい、はい、まあそれが出てきたタイミングで、あとまあ国内販売ですね、はい、あ、そうですね、はい、はい、まあ、出てきたタイミングでこちらの動画の方にしていきますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノミスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.